はようございます。おはようございます。今日はですね、よく漫画とか映画とかでも見たことある人いると思うけど、ピストルの弾を剣でカーンって止めたり、五右衛門だ、でザッ切ったりするじゃん。五右衛門だ、あれって、うん、その本当できんのかなっていう。剣が達者だね、剣豪だから、うん、確かにね、剣のだから、うん、あの達人だったら、それできるわけ。できるんじゃない。できる。たまに撃たれずに、うん、その相手を切れるかっていうゲームをやりたい。そう、弾きつつザッ、うわー、これ何発撃ってるでしょ。いいんだよ。勝ちー。これよ、やった。今かっこよかったでしょ。今、うん、でも撃ってきてなかったから、うん、だから、気をされたのよ。あ、なるほどね。あー、これ、あー一撃じゃないっすか。無理ゲーだよ。あのね、弾すら見えなかったスタート。当たったの。当たったの。分かんない、見えてない。当たったの。当たったの。当たったよ。スタート。違う違う、もう死んでる。俺はもうすでに死んでる。スタート。うん、当たったのに俺に当たったから。どう、いやいや、それはかっこいいけど、タタさんが今どうやってたかをやってあげるよ。ダサかったよ。これなら多分避けれるでしょ。そうね。あ、ちょっと違う、弾が違うやつだね。速度も遅いし、これだと。スタート。当たってる。当たってる。全然遅かったよ。ストンパシャン。ストンパシャン。うそー。お、うまい。お、うまい。ね、なんで死んだ人をさ、そんな撃つの？とどめを刺さないと、もしかしたらほらゾンビみたいに。起き上がってくるかもしれないじゃん。今でも、今一回撃ち落とせたじゃん。一発いけましたね。ちょっと来い。本気出しに、ちょっと。本気って何？桃引き、桃引きになるの本気って言うんですよ。それ桃引きだよ、本気じゃなくて。ラジオの時もなってたもん。なってた。なんか気持ち悪い配色だな、あいつ。足のグリップが違う。グリップがね。なるほど。剣道部だって言ってるんだね。よーい、スタート。死んだよ。死んだ。2回死んだ、ね、3回死んだ。いや、死んだよ。いや、惜しくなかったでも。いお願いします。よーい、スタート。お、すごい。お、すごい。いや、当たってんだよ。お、すごい。いや、違う、当たってんだよ。お、すごい。よーよー。違う当たってたでしょ。全部照準回ってるけど。おお、たま見てねえじゃねえか。え、何？お前たま見てないのよ。ダンスよ、それただの。スタート。あー、当たったんだって。ほらー、違う違う違う、小学生。
生のさ、小学生の遊びを今のは。だってケンちゃんはケンちゃんで当たったんだってとか言ってるのさ、ユミヤは。イエーイ一発目二発目見えてきた。三発目ほら見えてきた。いや4発目ラスト全部当たったじゃん。よーい、冗談だ、スタート。いや冗談が間に合ってない。全然ダメでした、うん、一発も撃ち落とせてません。俺とほぼ同じよ。なんで、うん、なんで達人じゃないの俺は。え、だから言ったじゃんオープニングで、達人だったらできると思うけど、うん、俺ら演劇人だから。そうだから役にはなりきれるじゃん。あ、そういうことか。宮本武蔵になりきってなかったか。そう、オッケー。いやちょっと待って、なんで OK が出たんだか教えてほしいよ。あー、二刀流ってことね。ね、武蔵か。尻尾は短いって言うからね。なるほど。私は宮本武蔵だ。上がれるなら上がれるならいいんじゃない。剣と剣が当たっちゃってたからな。カキンカキンになってたよ。やばい、なんか安いコメディの舞台だろうな。私は宮本武蔵だ。さあ、いけんのか。一発目、一発目、よーい、スタート。死ね死ねってか死んだよ今。顔顔顔。二発目、よーいスタート。お風呂に入ろう、心が添えてゆくよ。野球よ、もう野球まだやる。あー、なるほど、ね、やるここやついいよ。でもこれはさすがに打てるんじゃない。せーの。空振り誤審だよ。これなら俺だって鴨志田のベーブルースって言われたら、鴨志田のベーブルース、うん、だっせーな。おっ、打ててはいた。じゃあ最後ケンちゃん、ケンちゃんは何て呼ばれたの。俺はおもえのホエールズって呼ばれたから。いやチームじゃん。すげえでしょ、チームじゃん。一人で。あー、ゆうやだけゴロできたじゃん。うん、どじゃあゆうやさんどう。じゃあ最後にゴロをやった。そうだね、うん、勝利者インタビューどうですか。当たった感覚がなかったんで。はい、それでは末永く楽しんでください。ありがとうございました。末永く楽しんで劇団を。